動画見ていただきありがとうございます。今日はですね、猫背をね解消する方法ってことでちょっとこうお伝えしたいと思うんですね。で皆さんね、この図をちょっと見てみてください。この図でこういう風に見るとですね、皆さんね、椅子座ってる時ってこういう姿勢だったのが、気づくとこういう風になってることってありませんかね。こういう風に顔が前に出て背中がちょっと後ろに行って、こういう背中丸まった状態になるっていうことってすごく多いと思うんです。でこれは何が起こってるかっていうと、要はですね、骨盤がですね後ろにこう行っちゃってて、こういう風にねなっちゃうんですよ。でなるべくだったらこの骨盤を立てるじゃないですけど、まっすぐにねすると、この猫背ってのは解消されるんですね。で今日はその方法をですねちょっとこうお伝えしたいと思うんです。でやった後と、やる前とやった後ですね、椅子座った時に猫背がね解消されていくかどうかっていうのをね確かめてねやってもらうとね、より分かりやすいと思うんで、ぜひねやってみてください。体操やった後ですね。でちょっとね始めますね。まず、正座にねこうちょっとなってみましょうか。正座になっています。で正座になった時にもしタオルがあればね、タオルをねちょっとこう用意してもらってですね、ここにこうやって引いてみます。で手をですね、手のひらをこう外にして、どっちでもいいのでちょっと組んでみますね。はい、組んだら正座してもらって肘を曲げてですね、一回伸ばします。グーッと、わかります？肘を曲げてで伸ばして、はい、しっかり伸ばします。肘を曲げてで肘を伸ばして、ふー、息吐いた時に肘を伸ばしてみます。グーッと、で伸ばしきったらですね、このまんまおへそから前に前に、猫背にならない前に前にして、手をですねこうタオルに置いてみますよ。でタオルに置いたまんまですね、このタオルをこう引くような感じでぐーっとこう引いてみようとします。なるべくこう引いて引き寄せようとしていますよ。はい、肘を曲げてですね、こう背中をねこうやってやらないでください。背中じゃなくてこの肘を曲げて、このタオルを引き寄せる。で、肘を伸ばして、前にする。元に戻す。タオルをですね、引き寄せる、前に伸ばす。肘を曲げて、引き寄せる。で、前に、こう、スライドさせる。こう、背中をね、動かすんじゃなくて、肘を曲げて、伸ばして。曲げて伸ばして、息吐いた時にね伸ばしてみてください。ふーっと、そうするとだん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 背中がですね、まっすぐまっすぐ伸びてくる。肘を曲げてタオルを引き寄せるような感じで、肘を曲げてでタオルを、はい、こうスライドさせて前にするような感じで、こう肘を曲げて伸ばしてってやって、だん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 こう伸びてきて、このままね、ゆっくり元に戻してみてください。これ逆でもやってるんですね。手のひらを外にしたら、右手が前だったら今度は左手を前にしてください。で、肘を曲げて伸ばす。曲げて伸ばしたら、このままね、おへそから背中を丸めて前に前に。で、背中をこういうふうにやらない。背中をこうじゃなくて、肘だけこう自分の方にタオルを引き寄せるような感じで、肘を曲げて引き寄せる。で、肘を伸ばして伸ばす。はい、タオルをスライド。肘を曲げて引き寄せて。吐いて伸ばす。肘を曲げてスライド。吐いて伸ばす。ってね、肘を曲げて、吐いて伸ばすってことで、はい、
こんな感じでやってあげるとですね、椅子に座った時に結構楽だったり、あと長座って言ってですね、足をまっすぐにした時にこう後ろに行かないと思うんですよね。なるべくこうちょっとまっすぐで立てるようになってくるんで、はい、ぜひですねこれねちょっとやってみていただければとね思います。はい、今日もありがとうございました。